Join me, 48 hours correspondent Aaron Moriarty, on my podcast, My Life of Crime, as I take on true crime investigations like no other. This season, I'm looking into the labyrinth of crime and secrets within families. I'm cutting straight to the evidence and talking to the people directly involved, including investigators and the families of victims. Listen to My Life of Crime with Aaron Moriarty wherever you get your podcasts. 日々お伝えしているニュースや話題の中から一つのテーマに絞って専門家や当事者に話を聞く週替わりの特集コーナー「ウィークリークローズアップ」今週はマラソンや駅伝中継での選手の人柄まで伝わる解説に定評のあるこの方に取材の極意や相手との信頼関係の築き方などを伺っていきます「調べて伝えて近づいて」の著者でスポーツジャーナリストの増田明美さんです増田さんおはようございますおはようございます 増田さんのこのおしゃべり人に伝えるっていうことの原点は、はい、実はラジオにあったんんでですすね、うん、そうなんです私ねあの最初競技引退した後にスポーツライターとしてね、ええ、仕事を始めたんですけども、はい、なんかメディアの世界に飛び込んだら選手の時がこういう明るいイメージなかったっていうんですよ。<ー>なんか暗くてね悲壮、ええ、感漂っていて無口ってイメージだったあなたがね、はい こんなによく喋るって面白いねって言われて、それで、あの、ラジオのパーソナリティのお仕事いただいて、そこでね、a スケさん、あの、クスケの土曜ワイド、だから、私もパーソナリティのお仕事いただいたから、ちょっと勉強しなきゃと思って、いろんなラジオを聞いたときにね、やっぱり a スケさんのラジオがね、本当に、 ラジオなのにこう匂いが伝わってね、<ー> A さんの節がね、本当に心地よかったんです、うん、それで A 六輔の土曜ワイドにお,お招きを受けるようになって、えー、まあそんなお話をしたら A さんにとてもよくしていただいて<う>一緒に歩きましょうって どれだけ歩かせていただいたか。はあ、だから、A. さんから学んだことがすごく多いです。私。その一緒に歩きましょうっていうのは、その歩きながら、A. さんがいろんなことを教えてくださったんですか。そうなんです。で、ちょうど私、その頃に、なんか毎日新聞で。紙面でのジョギング講座とか、ウォーキング講座ってのをやっていてね。ええ、それで、まあ、A. さんじゃあ。 それ、紙面って、ゲストが一人必要なんで、A さん、ゲストでやっていただけませんかって言ったら、それも引き受けてくださったんで、ええ、プライベートプラス、その連載のためにも一緒に歩いてくださってね。はい、だから、本当に歩きながら、こうぶどう、ぶどう駅っていう看板が見ると、A さん、うん、なんでここは、ぶどうジュースじゃないんだろうって言って、中に入って取材を始めたり、<laughs> ええええ、あとね、テーマを持って歩くことが大事ですよ。 っってて言12月の14日には両国から仙岳寺まで四十七日の気持ちになってね歩きましょうって言ってんかあと時には着物の歩き方とか舞台の歩き方とか難波歩きとかそういうのも私がそういうジョキング講座やったらむしろテーマまでも A さんが提供してくださって書きやすいようにっ一緒に歩いたりねして。 で、で、私が解説が始まった時にはね、山沙、はい、さんって、いくらね、オリンピックに行ってるからって、ええ、現場に行かずにね、こう、気丈の論理でね、うん、あの放送したって何も伝わりませんよっていうのね。はあうん、ちゃんとね、こう、現場に行って、選手の足音聞いたりね、ええうん、いい時のこのなんか音、はい、とかね、顔と色とかね、そういうのを聞かないとねって。 僕もラジオで放送するときに会いたいなって思った人のところには必ず行って、で、感じたことをマイクの前で話しているからね<ー>、うん。だから、そう、取材っていうのは言葉の字の通り、財を取るって書くでしょ。<ー>うん、最初に教えてくださったのが a 六輔さんでしたから<ー>、うん、それが私ね、原点ですね。 いや、それは素晴らしい先生に導かれるようにして出会ったんですね。うん、そうなんですよ。で、A さんはなんか、私を面白がってた。<laughs> どういうところでそれを感じたんですかどうしてかって言ったら、ええ、最初歩きながら聞いたのは、ええ、やっぱりね、オリンピックでこう途中棄権してしまった時の写真がね、ええ、すごくこう、哀れだったと。 はまだねこんな二十歳の少女がね、うん、こんな大舞台でアスファルトの下にあるところにこう座ってて悲しい顔しててね、うん、これが元気になるかなって思ってたところが会ってみたらすごく元気でね、うん、で私パーソナリティやってた生放送なんかで。 漢字の読み間違いが多かったんですよ。最初の頃に、あの、結納を交わすっていう字を、結納を交わすなんて読んだのね。それでなんか笑われて、で、そして A さんが、なんかあなたは面白い人ですねってなって。えだからそんなこともあったから、ほら、A さんっていうのは引き出しが多くて、たくさんのことを教えてあげたくてしょうがない人だったのね。で私はって言うと、あまりにも、あの、無知というかね、基礎体力はあっても基礎的な知識がなかったから、 だからぴったり合っちゃって、はあ、教えたい人と教えられたい人、ええ、でよくずっとよく歩かせていただきましたねなるほどまたそこを増田さんもすごくこう好奇心旺盛でスポンジのようにどん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 ん吸収していっていくから A さんも楽しかったでしょうねうん、うん、A さんも楽しかったと思う、うん、A さん結構ね華奢な人が好きなんですってほ<う>私ほら150センチで当時は、ええ ね、40何キロしかなくて今はちょっとふくよかになりましたけど <laughs> なんか奥様も華奢な方でね<ー>そうそうでそ,そんな方でそんな感じでね、うん、だからあれですよあんまりこうにぎやかなところがお好きじゃないかったんですけどもあ<ー>あの結婚式の司会なんかはお断りしてたらしいんですけども。うん あの私が結婚した時には司会をやってくださってね、はあ、名司会でしたよはあそれは贅沢なようになったんですね,でねえうちの両親なんか私が結婚したことよりも司会が A 六さんんってこと喜んでましたから <laughs> <laughs> でもそれだけの絆で結ばれる存在になっていったっていうことですけどもただ、ええ、その歩くって言っても やっぱり無意識に歩くんではなくテーマを持ったり、うんうん、その意識を持って歩くことによって見える景色とか、それをどう表現するかっていうところもどんどん感性が磨かれていきますよね。はい そうなんですよ。だから私にはそれがなかったの。歩くことをね、うん、こう、皆さんに指導するっていう時には、はい、腕が、腕振りがこうです。足の歩幅がうんのだったでしょ。ええ、それが、なんか歩く世界をこう広げていく、楽しくなるためには、この景色を変えたりとかね、ええ、テーマを持つとこんなにね、楽しくてクオリティーオブライフが上がるじゃないですか。 はい、だから A さんに教えていただいたのは本当に人生の楽しみ方っていうかひ一言で言ったらこう生活の質が高まるよううなねね豊かかさっていうんですかねうんだからこう歩くことと文化とか歩くことと芸術を常に融合してねうんあの A さん自身も楽しんでらっしゃったのでだから A さん自身も講演会とか頼まれると横浜なんかでもご一緒しましたけど。あの もうね駅をね途中から電車降りるの、はい、で30分ぐらい歩いてから会場に入ってはあ<ー>街を歩いてね、ええ、で自分が五感で感じたことを最初の20分ぐらいずっと喋ってましたねはあ<ー><に>それはまたにいよね。講演会を聞きに来た地元の方も嬉しいですよね嬉しいんですよそううん っっちゃってあれまだ始まりぎりぎりに来る人もいると思うのにね、うん、もう始まる前から喋ってましたから <laughs> アビ精神旺盛でもそういう A さんの現場主義っていうところがしっかり増田さんにも今伝わって大事にされてる原点になってるんですね。 そうなんです。<ー>だから私の目標はね、はい、女永六輔になりたいっていうのが私の目標なんですよ。あ<ー>ながら。それを聞いたら永さんもきっと喜ばれてるでしょうね。いやー、うん、どうかな <laughs> う。そんな原点の増田さんですけども、今は本当にいろんなところに活動のフィールドを広げてらっしゃいますので、明日はその いろんなフィールドについて、お話を伺っていきたいと思いますので、明日もよろしくお願いします。はい、楽しいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。ということでね。まあ、佐竹さんの、まあ、原点という、その現場主義。はい、そこには、ええー、六助、六助さんの教えがあったと。 そしてメディアでも本当に活躍されてますけれどももその原点でであるんですね会、うん、いたいと思った人がいたら A さんは必ず会いに行って、うん、でそれを放送で伝えていたというねそれを大事にしている増田さん。 そのスポーツジャーナリスト、増田明美さん。今週はね、プレゼントがあるんですよ。増田明美さんのサイン入りの著書、調べて伝えて近づいてを抽選で3人の方にプレゼントいたします。はい、メールかファックスでご応募ください。住所、氏名、電話番号、そしてこのウィークリークローズアップで扱ってほしい人やテーマ、そしてまあ番組の感想なども添えて、えー、書いてください。今週の木曜日までに送ってくださいね。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。 くと歩く25分この番組はリサーチなし打ち合わせなし台本なしインタビューなしグルメリポートなし編集なし反省会なし予算なし8つのなしでお送りしています私と勝木かなディレクターの世間話を聞きながら一緒に散歩している気分になりませんか福岡の地名が出てきますよ